嬉しいなって思うんですけれども、はい、2曲目に披露したのはT ブレイクが、私が1年生の時の文化祭だとかすごいイベントラッシュがあった時にたくさん踊った曲だったので、その頃はみんなで声を出しながら踊ったりしたんですけど、ちょっと久しぶりにパンダということで披露させていただきました。はい、でなんか神奈木マロさんのやつをやったのはちょっと勝手にちょっと行き上がってるかもしれないですけど、すごいマロさんに似てるねってたまに言われるので、ちょっとマロちゃんのマインドが好きだったりするので踊ってみました。はい、盛り上がっていただけたなら嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、ですね、もう早いものでですね、5曲踊ってあと残り2曲になります。はい、次にお送りする曲2曲は、私が大好きな愛してやまない茜谷美香さんの演じる真中ララちゃんの誕生日の曲と、あともう1曲アイリスの曲を踊らせていただきます。はい、本当にもうなんか一瞬過ぎて私も何を喋ればいいのかちょっと記憶が飛んじゃってるんですけれども、はい、告知もですね、おそらく私の後てが後半部に出るティーブレイクのですね、後輩ちゃんたちがたくさんしてくださるのでそっちに全部投げたいと思います。で、私は5月のもう23日からですね、1ヶ月間教育実習に行くことになっておりまして、もうステージに立つのは本当に数少なくなっています。なのであと残り2曲なんですけれども、キュッという瞬間、このゴールデンウィークの中身という大事な瞬間をここに来てくださった皆さんに感謝とか楽しい思い出に、届けられるようにしたいと思います。本当にありがとうございます。トップバッターありがとうございます。それではもう最後の曲いきたいと思います。おしゃれなあの子
かわいいこの衣装、交流会でぜひ近くで見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。セットリストになります。TFA ボリューム15終演後の T ブレイクさんからのお礼メッセージになります。チャリーさんは初のソロステージ、また彩子さんと海香さんのお二方は T ブレイクとして素晴らしいステージをご披露いただきました。こちらはステージ終演後、チャリーさんからのお礼メッセージになります。TFA 開催1日前のチャリーさんによるコメントです。2022年5月5日木曜日、両国サンライズにて開催されました DFA ボリューム15のタイムテーブルになります。チャリーさんはトップバッターを務められ、11時30分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。この度、リッピーちゃんさんによる素晴らしい衣装を制作されましたが、その内容についてコメントをいただいていらっしゃいます。2022年5月5日木曜日、両国サンライズにおきまして DFA ボリューム15が開催されました。T ブレイクのチャリーさんによる最初で最後の素晴らしいソロパフォーマンスを見させていただきました。また衣装も大変素晴らしく、制作はリッピーちゃんさんによる制作でした。